劇場内での映画の撮影録音は犯罪です。法律により10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその両方が科せられます。不審な行為を見かけたら劇場スタッフまでお知らせください。ノーモア映画泥棒。また市販の音楽や映像が違法にアップロードされたものと知りながらダウンロードするのも犯罪です。今はるみと西条は買い出しに行かせたのでこの間にはるみの家にいっぱい仕掛けます。何個引っかかるかやりましょう。何個引っかかるか後で紹介しますね。はい、カレーうどんと見せかけて靴ひも。カレーうどん。二つ目はミオが今トイレでしたときに。レーザー当てたら虫がいっぱいわー。はい、完成。開けまして。開けたら。キエーキエーはーい。お尻を下ろしてないことを言うと。お尻も。結構これ靴紐だな。結構靴紐なの買ってきちゃったな。まあいっか。ここに置いてたら。靴紐だな。ちょっとやっぱ動画のようにはうまくいかないもんです。え、でもわか、ああ靴紐だ。靴紐だな。これ靴紐だ。一瞬で行くしかないな。一瞬だわ。ハルミンチです。イエーイ。ちっかちっか。なにそれ、チョコ。チョコもう女子なのこんなやつなの。ここは大丈夫だと思う。落としたりしないから。これでこうピン、なんかこう潰したり、あれしたりするから、練習してる。すごい、みんな食べてる。みんな食べてるでしょ。イエーイ。めっちゃ美味しい。なんかしじみ食べてみて。サクサクする。サクサクってない、ホクホクでしょ。なんかえ、サクサクするよ。ネギだ。あれ、ちょっとこれ一口食べてみて。うん、全然サリサリする要素なくない？本当だ。どこにサリサリする要素なの？めっちゃ手に味噌ついた。なんで味噌つけるなんで。さっき私ビャって外から。え、どこについたの？わかんない。なんか知らずについてた。いやごめん、ちょっとあんたピントが合わないわ。一口食べてみ。え、なんかこれ、え、すごい、うどん、え、うどん、なんだろう、まるちゃんのやつ。いただきます。おい、切れね。食べな、普通にパクって。札幌スパイシーって書いてる。え、長くね。伸びちゃったの、もうちょっとスケッパーにしてたから。札幌スパイシーって書いてる。す
スープカレーとか。へえ、札幌の麺って、札幌の麺ってこうなんですか。知らん。知らん。だって。カップ麺だもん。いいよ、パクって食べて。うん。しじみないから味見。ごめんなさい。大変申し訳ない。もうわかめしかねえから。わかめしかねえからさ。何した。これですよね。あれですよね。なんかだった？なんかありました。食べてるみも食べたよね、さっきめっちゃ減ってんじゃん。そうだだって、そのメモいってる今伸びちゃったよ。ほらちょっとこれ、ごらんなさい、普通の目。バレてバレたかー、でっでれこれ何？靴紐。こら。いやマジで。自分の靴紐するってやってスポーツ。ちゃんと新品の白のやつなんで。食べるの？もうちょっと分かりづらいやつにするつもりだったのよな。見てうまいよ。ダメだこいつ。靴紐。もう端っこ靴紐になってる。靴紐になってる。染みすぎて靴紐になってる。いや、ハルミならバレンベとか言ってたけど、ちょっとやっぱり怪しいんだね。ハルミやっぱちょっとアホの子ですね。残念。残念でした。わかる。わかりますよ。お菓子開けようかなと思って開いてきた、うん、びっくりした何してんだはるみ、あ、コンセント抜いたの、あ、なんか力技でいろいろあるから怖いわ、はるみお菓子食べないの、食べるみゆ持ってきてくれたやつも食べてんね、チョコかB のか、はい、ね、それ何のポテチなの、なんか外国のっぽいよ、食べてみたい、そのなんかおじさんが、うん、すげえやつ、あ、撮っちゃった、写真撮っちゃった、開かない、開かないって、開かない、あれおなら出るかと思ったおなら出そうだった私何だった最初めっちゃ見てる何だったんだろう今の、ま、今のまあなんかよく分かんなかったなんて書いてあったダイソージャパンって書いてダイソージャパンって書いてあった本当だね。したらそれきっとダイソーのポテチだ。あーもう。てってれー。
っかかりすぎやろ。二段構えと思わないだろ。アホだな。どうでした？びっくりしました？声出てなかったけどね。ふわーなってたけどね。マイコ面白いだろ。参加したかっただろうに。ごめんな、こんな楽しいことしてごめんな。あみちゃん、あるちゃん、ちょっと来て。トイレ流れ。え、どういうこと？汚い。流れまへん。マユコーハッピーウェディー。実は私も5回目なんです。お互いに子供もね。あらー、やばい、生まれる。誰か取り上げてください。出たー、イエーイ。5000グラムぐらいですかね。5000弱ぐらいの大きな猫が無事出産しました。はい、おめでとうございます。バイバイ。バイバイ。はい、マユコ。はい、マユコです。マユコです。はい、結婚と妊娠おめでとう。はい、はい、ミオが産んだ子もこんなにでかくなります。あー、でかいね。重さも雨と同じぐらい。雨ちゃんは何キロなんですか？雨5キロちょい。可愛いね。5キロちょい。あ、じゃあだいぶ大きくなりましたね。デブだよ。デブだよ。体に気をつけて、ミオの子と同じぐらい大きな子。大きな子。何ですか？大きな子。大きな子。あ、ピントがずれちゃう。早く元気な子とマユコに会えるのを期待してますんで。うん。はい。どっか行ったぞ。お前の子どっか行ったぞ。ハブはナイスでーす。あー、イエーイ。よかったね、締めてもらって。どうも。結婚と妊娠おめでとうございます。ね、まさか一番最初に妊娠するとは思いませんが。記者会見みたいな。謝罪会見で。謝罪会見だと思ってたんで、本当にびっくりしました、素直に。早く元気な姿をね、子供と一緒に見えたらなと思います。それじゃあまた。謝罪会見。謝罪会見。どうもすいませんでしたがないけど、ね、土下座いただいてもいい。どうも。
意外とか言ってもう謝ってシャーカ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 シャーじゃあ謝罪会見でした。ありがとうございました。マイコさんご結婚とそしてご妊娠か、まだご出産してないからね、おめでとうございます。まあ、マイコとの付き合いはまあもう10年以上になるかな。12歳とかそんぐらいで出会ってるからもう14年15年ぐらいの付き合いになりますね。ごめんね、ちょっといいね来たからまあちょっと長い間ね、まあ、1年に何回も会ったりとかして仲良くしてもらって、本当いつもありがとうっていう気持ちになっております。まあ、みんなも同じような気持ちだと思うけれども、うん、と子供ができたって聞いた時には本当に嬉しかったし、自然と涙が出ました。で、私もすごい妊娠したいなと思ったし、子供ができて同級生になれたら嬉しいなと思うんで、私も頑張ろうかなとは思ってます。舞子の方が多分先輩になると思うので、いろいろ教えてもらいたいなと思うんですけど静かな優さ。どんなことも超えてゆける家族になろうよ。以上です。せーの、マイコーハッピーメリー。